次回作以降に出てきそうな新タイプを予想するスレ。もしかしたら増えるかもしれないし、二度と増えないかもしれない。それ派層として、新しいタイプが増えるならを予想またの名を妄想してみるスレ。ついでに、このタイプが実装されたことでこいつはこのタイプに変更されますみたいなのも書いてみよう。星タイプ、変更ポケモン、コスモック、コスモウム、ピー、ピッピ、ピクシー、メテノとか。星タイプというか、宇宙タイプみたいのは赤緑を金銀前ぐらいのタイミングでコロコロに乗っていたような気がする。理想としては虫とエスパーが有利になって、地面とフェアリーあたりに強いタイプが来てほしいな。名前は思いつかない。フェアリーと対になる感じで、サイエンスとか、コイルやポリゴン等の機械系、ドガースやベトベター等の化学物質系、オーベム等の博士系、が含まれる感じで。今環境で強いのはゴーストと悪だから、それにも対抗できた方が良くない？でも一つのタイプで何でも対応できちゃったらそのタイプが今度はナーフされろとか変なヘイト買うんだよな。サイエンスはネーミングはもうちょい他にしっくりくるのがあったらいいけど、ゴーストと悪には強そうだな。弱点はエスパーにしとこう。オトタイプ欲しいっす。オトタイプってネーミングがなんか微妙じゃね。水とかアクと並べるとそこまで変じゃなくね。水とかアクとかは属性としてなんとなく理解はできるじゃん。でもオトってなんだそれってならん。オト出すからオトタイプですってのもよくわからん。属性というか、水に住んでるモンスターは電気を通されると逃げ場がない。水を吸われて逃げ場をなくされると弱い。悪役はヒーローに弱い。みたいなのはあるけど、音を出すモンスターに何が効くか、効かないかっていうと微妙よね。まさか空気の振動だから触れられませんとかいうわけにもいかないし。鋼っぽいんだが破タイプやいば。変更ポケは切り刻みやエルレイドやギルガルド、ザシアン。弱点は炎と氷に4倍。飛行、向こうはゴーストや地面、有利ワーク、格闘、ドラゴンって感じ。なんとなく推察できるものもあるけどタイプ相性の理由を知りたい。ほら。地面とか幽霊とか切れないじゃないか。地面は切れるのか？有利は勇者や悪者退治設定。思考のイメージがほぼ虫タイプでは？虫が悪に強いのはそういうことだろ。音は風とかと同じで技カテゴリに使われてるからな。エイリアンとかどう？陽光悪に有利で毒虫炎に弱い。サイエンスは普通に科学タイプでよくね。と思ったけど科学とこんがらがりそう。あえて科学と科学混ぜるのもよくね。面白いけど、科学サイエンス、科学ケミカル、みたいに日本語以外にすると違いがはっきりするから海外展開も始めてる現状だとちょっとやりにくいかも。人工タイプどうか？科学タイプにするか、サイエンスタイプにするかだと前者だな。新しい要素をタイプ化するんじゃなくてすでにあるタイプを密に分割するのもありかな。個人的にはゴーストタイプを実体のあるのとないので分けてほしい気がする。霊力を操ってるだけのやつにノーマル格闘が効かないのが納得できん。でもその科学タイプに該当しそうなやつすでに効果毒持ってそう。コイルとかまた変更されるのかってなるし。フェアリー追加前は、悪が英語でダークだからそのついで光タイプ欲しい。って層が一部いた記憶。今はわからん。フェアリーは、こういう妖精っぽい可愛いのもノーマルなのかと一括りにされてきたのが一気にフェアリーになった感じがするし。そういう追加になりそう。音タイプってたまに聞くけど単純に音技にタイプを与えた以上の理由があるのか？悪タイプや鋼タイプはなんとなく炎症があるけど音タイプだと抽象的すぎると思う。そりゃもう一種の逆輸入で、タイプはイルドでしょ。タイプとして AI とかロボットを考えたことがある。バグ、虫とかエスパー、水当たりが弱点。なんかこう、神秘的なタイプってことで神秘タイプ。多分、神秘の守りとかはこのタイプになる。ルギアは神秘飛行とかになるのかな。あとは UMA たちとかこのタイプに。エスパー、フェアリー、ノーマルの一部が神秘に置き換わったりするイメージ。攻撃有利ノーマル、毒、ゴースト、悪、フェアリー。攻撃振り草、虫、エスパー、ドラゴン。防御有利ノーマル、毒、ゴースト、悪、フェアリー。防御振り草、虫、エスパー、ドラゴン。正直、耐性は露骨に調整してる。一応、こじつけの理屈としては、神秘同士は互いに神秘性があるため同格で等倍。お祓い的なイメージで妖精やゴーストには有利。毒や悪のような邪悪そうなタイプにも有利。癒されるものなのでノーマルにも有利。虫は葉音で神秘性を削られるので不利。エスパーは神秘を利用してきそうなので不利。草は大自然であり神秘の大元なので不利。ドラゴンは大いなる神秘的存在のため不利。あと白砂タイプとかの宿り義務校みたいな感じで特徴追加しようかと思ったけど、神秘の守りからの発想で状態異常無効、みたいなろくでもないやつしか思いつかなかった。神秘だと幻伝説洋館強すぎるのでは？表記的には神秘タイプだし、雰囲気がなんとなく神秘的なら追加されたりするんじゃろ。伝説ポケモンに多そうなのはそうなんだが、リージョンサーナイトが新たに神秘タイプとして追加されたり、アブソルも神秘タイプ追加してえよ。メガアブソルとか神秘感結構あるし。
あまりメジャーで使われないとか弱い扱いされるタイプだけが有利になる新タイプが欲しいな。悪タイプに向こうを置いた正義タイプとかあっても良いかもしれない。悪やドラゴンに強いとか、単なる攻撃属性というよりもモンスターが属するカテゴリの部分があるから難しいよね。人のネタだが、格闘タイプやエスパータイプみたいに現象ではなく人物を指すものとして侍タイプ、武器を持って戦うポケモンが当てはまる。なのでイルレイドとかもここになる。爆発するポケモンが一定数いるからタイプボマーとか。めちゃくちゃ露骨なバランス調整だが、無視エスパーに弱く環境を支配している高陽性霊に強いという意味で革命タイプ。ゴーストとは似て非なる死体タイプとか、次増えたら19だし一層に増えるかもね。正義タイプ、フェアリーゴーストに強くてエスパーに弱い、まさに強気をくじき弱気を助けるご都合主義なタイプ。オイル性なるサイバー。音技にタイプを与えたいという感覚は理解できる。もう全部波長だ。ってことで光タイプにしよう。砂タイプとかありそう。変わるのはサンドとかで、水で砂は固まるから今一つで毒は溶けそうだし、氷は凍りそうだしで効果抜群みたいな感じ。ゴーストは当たる方も当てる方も効果なし。ただでさえ岩と地面あるのに今度は砂とか細かすぎじゃねえか。今思い返すと初代とかゴーストがいるのに、ゴーストタイプにするネーミングセンスは謎だったな。音なんて誰が出すかで、すでに属性がバラバラだし、そもそも音技ってくくりがもうあるから今更タイプにするのは乱暴すぎる。技ごとにタイプがバラバラという点では光も同じ。神秘性も宇宙系含んでる。エスパーとジオコンやムンコのあるフェアリーがそれぞれになってて、需要ないし最低限岩と地面程度の差別化すらできるモチーフがもうないんじゃないか。セレスティアル、確固たる命を持って生きている存在。草、虫、蝶、等あたりに弱く、無生物や空想上の幻獣、炎、水、光、霊、陽、竜あたりに強い属性が欲しいが、しっくりくるタイプ名が思いつかない。代々の空列山とかから考えて、気、オーラ、フォースタイプとか、それこそ科学とかなんだよね。それエスパーって確固たる命か。むしろ宇宙とか超常現象とか得体の知れないものの寄せ集めって感じで、妖精以上にふわふわした概念だろう。多分そういう存在がいる的な枠だと思うよ。氷やドラゴンの人間はいないけど、エスパーはいるし、格闘家も虫もいるっていう。それはそうとトカゲとかはいるんだから、もっと幅広がると思うし。あとそれで思いつく名前楽器とかホースってファンタジーによるのがなんかちょっと。音タイプなんて作るとして楽器系か虫タイプぐらいしか入ってくる気がしないんだよな。鳴き声なんて昔からあるしさ。機械タイプとか科学タイプとかはこうでいいじゃんなるのがオチなんだよな。まだ星タイプのがわかる。なんだよ星タイプって。機械タイプは相性的に考えるなら、上にもあったバグに致命的に弱くできるほか、ロックやフリーズには動きが止められてしまうので攻撃が今一つにされるとか、逆に炎や電気はエンジンバッテリーのパワーにできるので半減で受けられるとか、鋼とは異なる相性関係をいろいろこじつけることは余裕でできる。デザイン的な話なら現行の鋼タイプって本当に鋼の塊というか武骨な感じで、機械、マシン、ロボットってデザインのやつはいなくはないけど少数派だし、こっちも差別化はそこまで難しくない気が。どちらかというと一歩間違えたら、メダロットもどきやゾイドもどきになりそうで、そっちとの差別化の方が難しいか。星タイプは宇宙タイプと考えると、メテノとかデオキシスみたいなのをイメージできるけど、宇宙由来ってことならあんまり数出せないよな。ジラーチもかな。あとついでに生物体となった星と大きく当てはめていけば自然現象にもつく。ピッピも一応は宇宙から来たまとな設定があったと思う。あと謎にエスパーのルナトーンとソルロックを星タイプにできるね。無限ダイナも隕石由来だったかな。どっちかというとエスパーに宇宙らしさをプラスしてタイプ相性を強化してやってほしい感あるな。わかった、ゴチルゼルも星タイプだ。占い師とかで。あと航海系のポケモンもいけるかな。星タイプやるとしてどんな相性かな。エスパーあたりに弱い。星ってのが空に輝くスターか。我々が暮らしてるアースかで相性関係がラッと変わりそう。前者なら決して届かない飛行、先制術でエスパー、恒星から炎、月からフェアリー。星になるといえば丸棒のアニューなので、ゴーストあたりと相性関係がありそうだし。後者の地球イメージなら大地から地面、海から水、命あふれる場所だから草や虫あたりと、何らかの相性関係がつくと思う。科学タイプ、星タイプ、機械タイプ、あとどんなの来るかな。こいつそれに当てはめるのちょっと無理やりだよねになってたのが新しく追加される感じがいいよね。あわよくば虫とエスパーをいい感じにひいきしてくれて強すぎないの。星タイプは多分炎と氷には強い。虫タイプになぜかライダーイメージついてるから複数の意味あってもいいと思う。フェアリーの反対で行くのいいとが良いと思う。今更だが機械タイプってつまりパラドックスなのでは。